はい、えー、皆さんこんにちは、えー、今日は YouTube を通して皆様に配信できますことを心から感謝しております、えー、ところで北京冬季オリンピックが始まりましたね今からちょうど2日前に開会式があったんですが早速日本人選手がメダルを取ってこれは素晴らしいことだと思いますが実は欧米の マスコミでは今回の北京オリンピックはジェノサイドオリンピックというふうに言われていますそして何かといったらあのヒトラーが国威発揚のためにやった1936年のベルリンオリンピックになぞらえて論評されるということがとても多いんですね実はあのベルリンオリンピックの時に開催前にすでにユダヤ人迫害が起こっているということを世界中は知っていました それでイギリスやアメリカが中心となって、こんなオリンピックボイコットしようじゃないかという声が上がったんですが、結局は実現しなかったんです。そしてオリンピックが終わると、ヒットラーは本性をむき出しにして、いよいよユダヤ人大虐殺に突き進んでいったんですね。 今、中国では新疆ウイグル地区でウイグル人の人たちが100万人とも、200万人とも、ある人たちによりますと300万人とも言われる人々が強制収容所の中に入れられて、臓器を抜かれたりして、ジェノサイド五輪というふうに言われてる、その言われはそこにあるんですけれども、まあ、この後のことが本当に心配です。ところで、この2日前の開会式の時にお馴染みのセレモニーがありましたね。 何かと言ったら、聖火リレーです。この聖火リレーというのは、昔からあったんじゃない誰が始めたか。ヒトラーです。1936年のベルリンオリンピックで、プロパガンダを効果的にするために、まあ、ギリシャのオリンピアというところがオリンピック発祥の地ですよ。そこで火を再火して、松明に、まあ、バトンタッチしながら、 国をずっと回っていろんな国々を回って最後ベルリンのスタジアムに入ってそしてそこに転化する実は我々ゲルマン民族こそはヨーロッパ文明の源流であるギリシャの正式な後継民族であるというこれヒットラーの思想なんですそれを、まあ、ドラマチックに表すためにそれやったんですけれども実はこの時聖火ランナーはどのルートを通ったかと言いますとねまずギリシャのオリンピアですよ そこからブルガリアという国を経由しまして、ユーゴスラビア、そしてハンガリー、そしてオーストリア、そしてチェコスロバキア。 そしてそれを経由してドイツのベルリンに入っていったんですね。ところで皆さん、これ逆進コースでこういうふうに持っていったら、これ何のコースか分かりますかドイツ軍が第二次世界大戦でヨーロッパに電撃戦を仕掛けて攻め込んでいった時のコースです。実は聖火ランナーが走っていったこのコースっていうのは、 ドイツ軍が第二次世界大戦であっという間にヨーロッパを蹂躙するために走ったコース、なんでそんなコースを取ったかと言いますと、実は、この聖火ランナーのこの動きをスムーズにするために、スムーズなバトンタッチのためにということで、ナチスドイツは、このランナーたちが走るその道を経由する国々に、道路状況をチェックするために入らせてくれというふうに頼んでたんですね。 そしてこの様々な国を経由してこの走っていくコースの道路情報を非常に正確に精密に調査していました。その調査した結果を活用して軍事進撃に利用したんです。つまりね、独裁者が平和の祭典と言ってる時には必ず裏に何かがあるんです。絶対的独裁者が平和のためにとか 愛のためにとか、健康のためとか言ってる時に、何かもっとやばいものをカモフラージュするために、そういったことを使ってるということが多いと思いますね。そしてそれは今も同じです。まあ、実はバイブルを見ますと、この世の神という存在について語られています。この世の神というのは、この世界をお作りになった創造主のことではありません。この世の神って一体誰 悪魔のことです。サタンの別名です。そしてこの世の神というのは、まあ、その存在が知られないように、知ってでも知らなくてもいいように、何でもかんでも、まあ、やるんですけれども、要するに、この世界をお作りになった神なんか信じなくても十分人生は幸せになれるよ。キリストを信じなくても十分人生は OK だよ。 神なんか除外した人生を送ったとしても、十分人生は美しく、きらびやかで、幸せになることができるよ、というふうに言うんですね。しかし、きらびやかなことの背後には必ず闇がありますよ。それを暴いているのが、聖書です。聖書は容赦なく、情け容赦なく、この世界の闇について、この人生の実は、 本当の真相について、それをつまびらかにしています。そこで今日は、ある有名なノーベル文学賞を書いた作家のことから、聖書の福音をご一緒にちょっと考えてみたいと思います。まずテキストをお読みいたしましょう。ローマ人の手紙の3章二23節からお読みしたいと思います。 もしお手元に聖書があればお開きください。新海約聖書では302ページ、参照の23節からです。こう書いてあります。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、与えなしに義と認められるからです。とあります。 この23節今日ここじっくり考えたい全ての人は罪を犯したこの罪というのは神を除外すること人生の中から自分の作り主を排斥することですこの世界のオーナーを自分の人生から追放することです創造主から離れていけることを実は罪というふうに言うんですけれども 自分のお部屋の窓をシャッターへワッと閉めたら太陽の光が入ってこないのと同じように人生から創造主を追放したら神の栄光を受け取ることはできません。ところで皆さんはカズオイシグロという日本生まれの国際的作家のことをご存知でしょうか今から5年前にノーベル文学賞を取りましたね。 「火、えー、の名残」というそういう作品だったと思いますけれども、まあ、実はこの作品はノーベル文学賞を取る数年前にこの「ブッカー賞,という賞を取っていうのは英語圏でで最高の文学賞ですまあ和尾石五郎さんは長崎で生まれた5歳まで幼稚園の時まで日本の幼稚園に行ってたんですがお父さん海洋学者で素晴らしい研究をして。 それでイギリスの海洋研究所から招聘されて、ぜひうちに来て研究成果一緒にやってくださいということで、まあ、小学校上がる頃にイギリスに一家で移住します。だから彼はほとんど日本語話すことできない。英語の作家。そしてまだ8作しか書いてないんですけれども、いやー、すごい作家ですね。僕は実はノーベル文学賞を取られるまで、 知らなかったんです。で、実はこのノーベル文学賞を取った作品よりもこちらの方がもっと上じゃないというふうに多くの文芸評論家が激賞している作,作品があるんですね。彼の作品で。私を話さないでという作品なんです。で、それで読んでみました。 簡単に言うとこんな話ですね。まあ、イギリスのある地方の話なんですけれども、えー、ヘールシャムという全寮制寄宿者の学校がある。その学校には13歳から15歳までの男子生徒、女子生徒、男子も女子もそこで学ぶんですが、まあ、不思議な学校でね、しつこいぐらいにやたらと健康診断するんです。私も年に一回人間ドック入るようにしてますけれども、 ここの学校毎週です毎週健康診断します。不思議なことに夏休みや冬休みがなくってだから家に帰るということがなくずっと3年間その学校で寝食を共にするんですよね。まあ主人公のキャシーという女の子が同性のこのルーシーという女の子とトミーという男子と、まあ、この3人の友情物語なんですけれども。 どういうわけか担任の先生のことを先生と呼ばないで保護官って言うんです担任の保護官の先生はまあ、えー、ルーシーと言いますまあ女の子の名前はルースでしたねでこのルーシー先生のところにまあみんながこの3学年になった15歳になった来年卒業という時ですね一人の男の子が少年らしい夢を語るんですね先生 僕大きくなったら、大人になったら、俳優になりたい。映画スターになりたい。それでアメリカに行って、ハリウッドでデビューして活躍したい。だから僕卒業したら、アメリカに行くんだ。すると、ルーシー先生が、顔がもう苦悩に歪むんですね。そしてもうたまりかねたように、 みんなに言っておくべきことがありますと言ってクラス全員集めるんですそしてみんな集めて全員に向かってこう言うんですね皆さん皆さんは俳優になんかなれませんスーパーの店員にもなれませんおじいさんにもおばあさんにもなれませんいえ中年にもならないでしょう 皆さんは、臓器提供のために作られたクローン人間です。皆さんの将来は決まっています。皆さんの内臓を、クローンではない人たちに分け当たるために皆さんは卒業するんです。ですから、今のうちから、妙な夢を描いて、後になってパニックを起こすようなことはやめてください。それがあなた方の人生なのですから。 ところが不思議なとこ,にことに、それを聞いた生徒たちは、悲しいのは悲しいんですけれども、誰もパニックにならない、誰も脱走しようと思わない、なんでなんだというふうに叫ばない、みんな、うすうす前から分かっていたというか、なんていうか、うすうす分かっていたことを改めて言われて、それを聞いたみたいな感じで、妙に落ち着いて受け取る。 受け入れれるんんででですすねさあ16 15歳歳ににななりまましした15歳までしかこの学校におれないんですそして16歳になるとまあ、コテージというか菓子ベストのどを改造したところにまあ3355集められるんですが先ほどのキャシーとそれからルースとそれからトミーとこの3人はその貸しベストに行くんですが他の学校から来た人たちも集まってるんですよね。 そこで臓器を待,つんです待つというか自分が取られるんですよ。で実はですねこの学校を卒業したクローン人間たちは将来二つのものにしかなれないんです。一つは提供者です。臓器提供者ですで 人体の中には2つあある臓器ありますよね例えば腎臓とかだから1回取られてゼロではなくて1回2回3回心臓をと取ってしまったら1回目で駄目でしょでも胃を取る腎臓を取る膀胱を取る必要に応じて臓器を取られていくっていうんですけど取られるたびにね前の健康が損なわれます体調が悪くなります 元気がなくなります2回も3回も臓器取られていたら次の手術で多分俺は死ぬだろうなと分かりますそういう提供者が恐怖で暴れたりあるいは自殺したりしないようにするために介護人になるという道があるんですねこの介護人っていうのはね苦労人間がいるんです この介護人は、つきっきりで寄り添って、一緒に泣いたり、励ましたり、慰めたり。なんで慰めたり、励ましたりできるかと言ったら、介護人も、いつか自分の順番が来るんです。つまり、一生介護人で終わるということはない。介護人も最後は提供者になるという話ですよ。 このキャッシーという主人公がですね自分の恋人でもありボーイフレンドでもあるこのトミーの介護人になるんですが3回も受けてるんです次で俺は死ぬだろうなでもその時に七点抜刀で苦しむだろう人間の体の大事な臓器がなくなってそして自分はそういう浅さましい姿を君に見られたくないと言って俺の介護人降りてくれということで まあ結局クビになるというか何というかキャッシュは去っていくというところで話が終わるんですけれどもねまあこれはね世界的にものすごく評価高いんですねなんでそんなに評価が高いかなといったら実はこの神なき今の世界に生きている人間たちの人間観を見事に 反映しているからではないかなと思うんですね。例えばね、この小説の中に出てくる人っていうのは、二種類の人間です。二種類の人間は何かと言いましたら、一言で言うと、勝ち組と負け組なんですよ。勝ち組というのは、ちゃんと両親から生まれてきた人間です。しかし、負け組っていうのは、クローン技術によって、まあ、作られた人間たちで。 勝ち組の方は生まれた時から勝ち組でありましてまあ何か病気になった時にはクローン人間から必要な臓器をもらい受けることができるクローン人間の方は自分が病気になったとしても他の臓器をもらうということはなくて出すばっかりなんですつまり受け取る側と提供する側もらう側と差し出す側それがね生まれた時から決まってるんです 最近親ガチャっていう言葉よく聞くじゃないですか。こんな貧乏な家に生まれてとかこんな家庭崩壊の家に生まれてとかガチャって分かりますかあのガチャって当て物みたいなもんやと私に言わせたらアフガニスタンで生まれていない日本で生まれたということがそもそもむちゃくちゃ幸運なガチャの一つやと思いますけどね。まあでも人間っていうのは比較したらどんな人でも惨めになりますよ。 それと同じように、宿命論的にね。いや、生まれた時の家柄とか、経済状況とか、貧乏な家で生まれたんか、お金持ちの家で生まれたのか、生まれた時からもう宿命論的に決まってるじゃないか、みたいな、そういう考え方。ありませんかそれ反映してますね。それから二番目にね、 ここで描かれてるその世界観、まあ読んでたら本当に気がめりますよ。見えるんですけどね。結局ね、死というものの前に人間は徹底的に無力であって、要するに人間は全員死ぬという。どういうことかと言ったらね、臓器提供したものも受けたものも、両方ともいつか死ぬんです。臓器を受けたものは、 数年間、あるいは十数年間、命を長らえることができるかもしれませんが、それでも永遠に生きることはできないですよ。いつか死ぬんです。つまり、勝ち組も負け組も、両方とも死の前には死ぬ。無力である。勝ち組は負け組に対して勝ち組だけど、死に対しては負け組である。死を前にしたときに、勝ち組の人間なんか、 誰もいない。と同時に、まあ、この地上でクローン人間は、まあ、いませんよ。いませんけどね、中国で数年前にクローン猿ってできたじゃないですか。中国ではね、無神論の国だから、あそこは。霊長類で、今まではね、牛とか、豚とか、馬とか、そういうクローンを作ったということがあったんです。が、 猿ルでそれやりやりましたね。だからコピー人間を作る技術がもう一歩手前まで来ているということでしょう。そしてここの小説の中ではそのクローン人間たちが臓器取られて取られて取られて最終的にはもうガランドになって死ぬというね。取るところなくなったらもうポイ。 でも皆さんいかがですか先週一週間会社で働かれてね、あるいは学校行って、あるいはいろんな活動して、人間ってこの世界に生きてるときに何か自分の大切なものを提供していませんか自分の時間や体力や、あるいは精神をすり減らして、何がしか自分の大事な命の部分を削って削って削って、誰かに提供して、最後ガランドになって提供するものなくなって、 死ぬ。クローンじゃなくてももし神がいないならば人間ってこの小説の中に出てくるあのクローン人間たちとあんまり変わらないんじゃないかというようなことが読みながらすぐに気が付くようになります。そういう仕掛けがしてある小説です。読者を甘やかさないそういう作品ですね。 だけどね唯一ホッとするのがねこの介護人と提供者の会話というか介護人の存在ですこの介護人というのは運命共同体というか自分もいつか提供者になるということで、まあ、寄り添えるタイトルがね「私を離さないで」これ「私を離さないで」というのはこの中に出てくるある 音楽、カセットテープの音楽からも来てるんですがその最後の方で4回目の手術を前にしているトミーがキャッシーに向かって言うんですね恋人同士ですよ。俺さ君との関係考えるときに川の中に立ってる2人の人間を思い浮かべるんだよ。僕と君は すごい激流の川のど真ん中に立ってるそして川の流れに押し流されないようにしようと踏ん張って自分の力だけでは踏ん張れないので互互いが互いいががにしがみついてるそれでなんとか必死にしがみついてるんだけれどもあまりにもその流れが速くて強いのでとうとう手が離れていってバラバラにそれぞれ流されていく。 これって今の俺たちだよね。今どんなに友情を育んで悲しみを共有してるみたいに見えるけれども、僕らは死というものの前で、個別の死を経験するのであって、結局一人ぼっちだよねという。いや、人生の本質に肉薄していませんか だから唯一ホッとする私を離さないででも人間は死ぬのだという運命の激流に抗うことはできずについに手が離れていってそれぞれ個別に流されていって見えなくなってしまうというだから慰められるかなと思っているところが最後逆転でやっぱりがかりすんですまあラストシーンはもう何とも言えんですよ まあ原作を読みながまあ、これ読みながら私つくづく思いましたに人生の真実について本当のことについて暴いてるな暴いてるってけれどもねここにはね神がない神がない人生観とはこういうもんです人生とは自分の中の大事なものを他の人に 提供して、提供して、提供して、最後、ガランドになって、役に立たなくなったら、ポイ捨て。そして、人は死の前で、無力で、一人一人が、個別の死をバラバラになって、死んでいく。皆さん、それが人生だとしたら、なんともなしいか。だから、そんなことを考えないでもっと楽しいことがあるよオリンピックがあるよ こんな楽しいこともあるよこんなリクレーションもあるよこんな趣味もあるよときらびやかなことを次から次へと追い求めるのですが忘れることを一時的にできてもこの死という現実に対しては私たちは全然何も解決がない変わってない。これが23節の意味なんです。 全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。全ての人は神を排除し、そして神を排除した結果死が入った。そして神が、はい、神を排除した人生観で生きてる。神を排除した人生観って一体何ですか最後は一人一人が孤独のうちにバラバラになって死んで終わる。この世界では誰かに提供しておしまい。 役に立つまでは大事にされるけど役に立たなくなったらポイ捨てだぜでもこれは聖書の価値観じゃないんです神がいなければそういう人生観世界観になってもそれは仕方がないでしょうでは聖書の人生観とは一体何か24節です神の恵みにより ともうこの「神の恵み」って一体何かと言いますとね恵みとは弱いものに働く強くする神の力のことです壊れたものの上に働く神の立て上げていく力のことです暗闇の中にいる人間に 一方的に光を差し込んでいく力のことです。そして、自力で立てなくなった人に、新しい命を注がずには折れない神の一方的な愛のことです。これを神の恵みと言います。この神の恵みは、どこに働くんでしょうか ?23 節全ての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、 と書いてあるということはこの神の恵みはどこにかかっていますか罪を犯して神の栄光を受けることができなくなった全ての人にかかっているんです神の恵みは全ての人に働いています恵みは全ての人全ての人て 罪を犯して神の栄光を受けることができなくなっている人のところに働きます。あらゆる宗教と福音の神はどこが違うでしょう恵みがあるかないかです。皆さん、バイブルの神の本質を一言で言ったら何が他の 宗教上の宗教の作った神々と聖書の神は違うのか恵みです。神の本質は恵みです。神は全人類を救うために救い主をお使わしになるときにユダヤ人を選びました。なぜユダヤ民族を選んだんですか地上の民族の中でその当時一番小さい民族だったからだって書いてます。なんでそんな特権を、なんでそんな良い,い目に一番小さかったから 一番小さいからよるべきなき民であって強い民を前にした行った時に脅かされるような小さなものであるので神はその弱いところに一方的に働いて人類最大のビッグプレゼントをユダヤ民族を通して渡そうとされたというのです。私はこの恵みということを考えました時に。 まあ、ある宣教師のことを思い出すんですね、えー、18世紀にウィリアム・ケアリというイギリス人がインドに向かって伝道するんですけれどもこのウィリアム・ケアリというのはですねもう少年の子供の時から、まあ、それはそれは知識欲が旺盛でもし図書館に一日預けといたら寝職忘れてずーっと。 と本を読んでるような少年物知りで本が好きで勉強が大好きで小さい時から分からないことがあったらウィリアムに聞けというふうに言われるぐらいまあ知識欲の貪欲旺盛な少年だったんですが貧しかったんですね。貧しいけれども自分の知識に自信があるしまあ頭良かったんですね。 でも貧しさの上に学校に、上の学校に入れないんです。開けてもらえない。それで、靴屋さんにデッチボコに出るんですね。その靴屋さんの方向先の靴屋さんに先輩の靴職人のお兄さんがいるんですが、その人がクリスチャンでした。それで、こう言うんです。ウィリアム君、日曜日教会に行かないかいイエス・キリストはね、 君の罪のために十字架にかかって死ぬほどに君のことを愛してくださったんだ。ああ、いいいいいい、すいません、僕、そんなのいらないんで。僕、神に頼るほど弱くないんで、その手の話は結構です。僕は、神にすがらなければならないんじゃなくて、自分の知識にすがりたいと思います。結構です、つって。 まあまりにもビシャッと断ったのでなかなかその青年も近づくことができなかったようですこの話題ではところがある時親方に町まで行ってちょっと買い物をしてきてくれないかということで1シリングでしょうかお金もらってねで買い物行った時に大きな本屋さんがあった本と言ったら彼はもう目がないんですねそれで ちょっとふらふらと本屋さんに入っていくともう何年にもわたって探し続けてきた本が一冊だけ売ってたそうです。うわあの本だ今変わらなければ二度と遭遇することないだろう。今手に入れなければ二度と自分のものにすることできないだろうということで。 親方のお金にからつがったお金でその本を買ってで親方の小さなものを買って頼まれものですよねそしてお釣りを全部袋に入れて「親方行ってきましたこれです」どうおやってくれたな親方が袋の中をかけてみるとお金全然合わない。 お前他に何か買ったのかいいえお前わしの金で自分の好きなものを買ったんじゃないのかいいえなんでそんなこと言うんですか僕そんなことしてませんそうかじゃあお前の部屋調べるからって言ってね親方が彼の部屋まで行きますと見たことがないような高価な本がボン置いてある お前の給料でなんでこれ買える彼は盗みを働いたことを白状せざるを得なくなったんですね本当に恥ずかしいことでした彼は悲しんだんです何に悲しんだのかと言ったらね知識が増していったら勉強していったら神なんかいらない自分で 立派な人間になることができると思ったけれども、自分は、親方の信頼を裏切った。そして親方のお金を自分の好きなもののために使った。そしてそれを指摘されたときに、素直に認めることもできなかった。最後まで突っぱねて隠し通そうとした。そしてバレた今、なんて惨めだ。なんて不自由な人間か。僕は強くなんかはない。 弱い。正しく生きようと思ってるのに、いざとなったら、自分の理想と全然違うことを平気でやってのけてるじゃないか。なんて私は弱い人間なのか。その苦悩する中で、先輩のクリスチャンが、だからキリストが来てくださったんだよと言ったんです。キリストは、 立派な人間にご褒美を与えるために来たのではなく自分では立派になりえない罪深い人間を救うためにこの世界にお越しになったのですだからこそあなたにはキリストが必要そうです僕にはキリストが必要です彼は17歳でイエスキリストを心に受け入れて変わったんですね もう喜びがいっぱい罪許されたそしてキリストが自分の中に入ってくださった自分の将来は輝かしいものになった何ですか永遠の天国そしてこの地上においても神が私にプランを持っているに違いないこれは大きな力となり希望となりましたねそして彼はやがてインドに行くんですインドに行った時に 実はね彼は語学の天才ですよ六カ国語の聖書を作るんです初めはベンガル語です一番最後ねサンスクリット語ですよサンスクリット語っていったらね今現存している言葉の中で最も文法が難解な言葉ですよ六カ国語それ全部訳すのに 40年近くかかってそして印刷機を手にしそしてそれぞれの言葉で聖書を読めるように印刷所を作ってそしてその聖書を配って聖書を通してたくさんのインドの人たちがクリスチャンになりましたそれまでヒンズーしか知らないそのインドにイエスキリストの福音が入ったんですがところが 彼が生涯をかけた大プロジェクトであったこの印刷工場。夜中に彼が寝てたら「ウィリアムさん大変ですどうした工場が火事です!」。えっ飛び起きて敷地内の工場を見ていったら建物全体印刷工場全体が猛烈な火炎に包まれて包まれて。 あっという間に全ですさあ早く翻訳した原稿を運び出してくれ印刷機は全部で5台しかないんだ印刷機を運び出してくれそして活版印刷の活字を活字の組んである組版を運び出してくれって言うんですけど結局ね原稿は。 るけです私もね、あのー、以前「世界の流れを読む」というこの中東問題について書いた本を出版したことがあるんですけれどもその原稿をね9割書き上げてる段階でね私のミスでで原稿消えたんです次その原稿を書くのに取りかかるのに2か月かかりました。 2ヶ月間何してたかと言ったらね、八つ当たり、不手寝、やる気なくしたもう、気力が空いてこない。じゃあ皆さん、30年、40年かけて、6カ国語に翻訳されてる、その聖書の原稿ね、灰になったら、どんな人だって嫌になるんじゃないですか。 ところが火事が鎮火した後でね祈ろう。神は恵み深い方である。そして神は弱いところに働く。闇のところに光を差し込む。壊れたものを立て直す。ボロボロになっているものをまっさらにしてくださる方である。弱ければ弱いほど神が働く力は強くなる。 闇が暗ければ暗いほど光が際立って明るく見えるように人が落ち込めば落ち込むほどダメであればあるほど弱ければ弱いほどその弱さの中に神の力は働く。それで気を取り直して工場の中に入っていったらまず印刷機はね焦げてるだけで5台とも無事でした。 原稿を焼けていたけれどもすでに半組が終わってる活字の半組があるんですが鉛の半組は溶けていて使い物にならなかったけど鋼鉄製で作られていた半組の方は活字が日によって溶けなかったんですね。ここからもうう一度始めようところがこのことが世界的なニュースになったんですね。ウィリリアム・ケーの バイブル印刷工場が全焼それが欧米の新聞に一面突破でバーン出たどうなったでしょう世界中から祈りが集まりそして献金が集まり焼け焦げた旧式の印刷機とは別に最新式の印刷機が重大台届きますそしてその 立ち上がって頑張っていこうというその姿に奮起されたインド人の印刷工たちが立ち上がって一流の技術者たちがどん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 集まってきてなんと火事から1ヶ月後に何倍もの生産能力に復帰して聖書工場が印刷工場が再開するんですね。 初押し殺しの世界観だったら見ろこれが人生だ努力してもパンになることがあるんだよところが聖書の世界観は違う弱いところに私の力は働くのです私の恵みはあなたに十分です弱いところに神の力が働くですから皆さんもしあなたが今日侮辱されたと思ったらそこに神様の力が働いてると考えたらいかがですか もしへこむようなことがあったら、そこにも神様の力が働いてるんだと思ったらどうでしょう。もし反対されて心がくじけそうだったら、そこにも神様の注目が集まっていて、神の力が、今、自分が気がついていないだけで、神様の力が流れ込んでると考えたらどうでしょう。いや、そんなことは起こるはずがないという、神の方法より私の見方の方が正しいという目には、神の恵みは見えないんです。 ななぜなら恵みというのは水が高いところから低いところに流れ込んでいくように減り下っているもののところに流れ込んでいくからです。聖書の人生観ありえない俺の人生観の方がリアリズムだ現実的だと自分の考え方の方を神の考え方よりも上にする時神から流れていきようがないんです。水は低気から高気にいかないからです。 恵みの水は高いところから低いところに行きます。なぜ神は私たちを低くされるのでしょう。恵みを与えたいからです。恵みを経験させたいんです。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができなくなった。そのすべての人に神の恵みが流れます。こう書いてます。神の恵みにより、キリストイエスによる 贖いを通して与えなしに義と認められるからですさあこの贖いという言葉ですけどギリシャ語ではアポルトローセオースという言葉なんですねこの言葉の意味はこれはね市場で奴隷を買うという意味があるんですねニュアンスとしては奴隷市場で奴隷を買うということです 奴隷というのは人間なんですけど、物扱い。自分で自分の将来を決めることできないんです。いい主人に出会いたいと思っても、ひどい主人に買われてしまったら、それを拒否することができません。自分に対する権利が何にもない、物を言う道具、それが奴隷です。 ちょょっとシシミュレーションししてみましょうもし皆さんが奴隷だとしますよこのアメリカなんかで奴隷売買がありました昔その時ねセリーチなんですつまり一番高い値をつけた人に売られていきます奴隷のディーラーたちはさあご主人いかがですかそのうち あなたが商品として並べられて、さあ、彼どうですか一人の何か冷血そうな人が、あなたに対して、これ買おうかなこき使ってやろうか主人と話して,してます。まあ、物扱いですよね。そして競りが始まります。競りというのは一番高い値段つけた人に、所有権が渡るということです。 りですからどん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 値段が上がっていく上がっていく上がっていくそしてそろそろもうこれ以上上がらないよなという最終局面になった時に一人のチンチがパッと立ち上がって一番高い値段の1000倍の値段をつけたとしますよつまりどんな人も絶対に張り合うことができないような超破格の値段です。 そんな値段言われたらそれまでつけられてる最高値の千倍の値段つけられたら一体どうなるんだろう群衆はカタツを飲んでで見守ることでしょう。そしてディーラーはすぐさまこの話をまとめようとして「決まりました!」とすぐに拡大するんじゃないですかその信州は穏やかな方です。 あなたをこき使うためではなく自由にするために考えられないような代価を払ったんですそれがイエス・キリストですイエス・キリストにはよるあがないというのはそういうことです実はキリストは十字架と復活というこの二つの働きを通してあなたを罪と死の奴隷状態から解放してくださった方です私たちは自分で自分の ことを選ぶことができない奴隷のように死にたくないと思っても死なない自由ってないでしょ誰だって死にたくないだけど時が来たら死にます私たちはどんな自由人だと言ってる人も死の奴隷ですなぜ死が入ったのか神を除外するという罪の結果ですつまり罪の奴隷なんです 正しく生きたいと思っても生きることできない。親切にしたいと思っても親切にできない。今忍耐したいと思ってたのに爆発しちゃった。罪の奴隷。死の奴隷。そして最後は死という恐怖にこき使われて最後はおしまい。数をしごろの世界に落ちていくんです。私はまっらですね。しかし、 今から2000年前、キリストが十字架にかかって、あなたのために、ご自分の血潮で、ご自分の命で、あなたを買い取ってくださったのです。もう死に怯えなくてもよい。もう罪の罰に怯えなくてもいい。あなたの罪の罰は全部、私が十字架の上で引き受けたから、恐れなくてもいい。 このキリストの十字架が上がないです。あなたのために代価を払ったんです。キリストは自分の命であなたを買い取ったのです。そしてキリストは十字架にかかって墓に葬られて3日目に復活することによって死を滅ぼしたんです。一度死なれました。復活するためです。一度も死んだことがない人は復活できません。死んでないんだから。 死んだ人だけが復活するチャンスがありますね。いや、普通の人間は死んだらおしまいでしょう。しかし、キリストは死んで、3日目に死を終わらせて、一旦死んだらもう取り返しがつかないというわけではないという前例を、とうとう歴史上で表されたんですね。復活です。皆さん、先日ね、 シリアの方であのイスラム国のリーダーが暗殺されたのをご存知ですかアメリカの特殊部隊によってイドリブ県というところですよねこのイスラム国というのは最初のリーダーというのはバグダディという人物でしたけれども二代目がアブイブラヒム ハシミという人物です今世紀に入って世界で一番たくさん人を殺したテロリストグループってどこですかイスラム国ですよそのトップですそのトップがシリアのイドリブ県のこの建物にいてるということをアメリカは数か月前につかんでいたんですけれどもすぐに捕まえなかったすぐに討伐しなかったなぜかと言いますとね 非常に巧妙なことをしてたんですね、この、この、橋見が。実は3階建て、3階に自分たち家族が住んでるんです。2階に部下、彼らもイスラム国のリーダーなんですけれども、この幹部たちが2階に住んでる。そして1階にね、全くイスラム国と関係のない一般市民が住んでるんです。今まで、 イスラムテロリストたちを暗殺するのにアメリカがやってきた方法というのはドローンによってピンポイントで倒していくという方法です。このハシミという一家はね一歩も建物から出ないんですって。自分たちが上から見張られてるということが分かっている。だから建物から一歩も出ない。 じゃあ建物爆破しようか。しかしそれやったら一階の無実の住民たちが巻き添えを食らう。そこが狙い目ですね。つまり人間を盾にしてるんです。関係のない人間を抱き合わせにして、俺を殺したら無実の人たちも信じてしまうぞということで、人間を盾にして自分たちを守っているという非常に卑怯なやり方で来たんですが、そこでアメリカは、 このテログループの親分を打倒するために陸上部隊入れたんですアメリカの特殊部隊ですよまず周囲を囲むそしてヘリコプターで屋上に特殊部隊が降りてそして追い詰められたと感じた三階のハシムハシ一家は自爆しました 2階の幹部連中は立てこもって銃撃戦になりましたけれども1階の一般人を身柄を保護した上で突入して最終的に米軍兵士の方の被害者はゼロですこの1階に住んでた人たちは今自由です今まではね出て行ってもらうことできなかったんですテロリストにそして 自分たちも出ていくことができなかったんです。自由がなかったんです。しかし、そのテロリストの親玉を滅ぼすことによって、今や、どこに住もうが自由私たちも、自分の人生から死を追放したいでも追放できなかった。 自分は死ななないい人間になりたいでもそんなこと無理だったんですねしかしキリストは死を滅ぼすことによって人間がいつまでも死んだままで終わるということはないキリストが刑期を再臨する時にキリストを信じている者は皆よみがえる復活に預かることができると約束されたんですあの一階の自由人たちはどういうふうにして自由人になったんですか 悪の親玉が滅ぼされることによって自由になったんです。それと同じように、死の奴隷である私たちは、死が滅ぼされることによって自由になるんですが、この死の滅ぼしというのは復活です。キリストの十字架の死によって贖いがなり、復活によって死がピリオドを打たれることによって、私たちは救われます。罪と死の結果から。 ではどうすればよいでしょう25節です。神はこの方を信仰によって受けるべき、血による斜めの捧げ物として公に指名されました。この25節の一行目に、神はこの方を、イエス・キリストを信仰によって受けるべき方だ。修行じゃない。努力じゃない。 信仰によって受け取るのですところで信仰といったら何か非科学的で時代遅れな原始人がやることみたいに思っている方がいらっしゃるかも分かりませんけどそんなことはない私は今中国の北京でオリンピックが開催されているということを知ってます いや別に北京に行って確かめたわけじゃないでも知ってるんですなんでテレビでそのニュースやってたからですテレビのニュース信じたんです私はタバコが体に悪いということを信じてますねでも自分で実験したことない実験したことないのになんでそんなことを言い切れるんですか専門家がそう言ってるのを信じたんです専門家だって間違うことあるんじゃないですか でも私はそれを信じているタバコが健康に悪いということを信じているというその信仰に対してそんな迷信信じてるんですかというふうに言われたことは一回もありません昨日新型コロナウイルスの感染者は1日で10万人を突破したそうです私はそれを信じていますでも10万人一人一人に面会してほんまにかかったん pcr 陽性やったん聞いて回ったことはありません。じゃあなんでそんなふうに信じてるんですかただ新聞がそういうふうに報道してるのを信じてるんです。皆さんだって同じでありませんか私たちは普通に日常生活を送ってる時にある意味で信仰によって生きてるのではありませんかテレビのニュースや新聞の記事や専門家の意見というのは いつもいつも正しいわけではなく、時として間違うこともある、間違うこともあり得るような人の言葉も、いちいち確かめていないからということで、全部拒否してるというのではなく、一旦信じてるんじゃないですか。であるならば、一度も偽ったことがないお方、真実そのものである方、アーメンである方、その方が、 血による斜めの捧げ物と書いてますが、血というのは命ですね。人間でも欠板状というのがあるように、これ嘘だったら死んでもいいよという近いですよね。人の言葉でも命をかけた制約については信じるんじゃないですか。ましてや一度も偽ったことがない神が。血によって私を信じる者は義と認められる。 全ての罪が許される。それを公に指名されましたと書いてるのです。ここで語っていることは公のことです。この世界全体にあまねく知られるべきグッドニュース。私は一体いかにして不毛な 虚しくなるような神なき世界観から脱却できるんだろう。イエス・キリストを救い主として信じることによってです。キリストはあなたのためにあがなってくださった。蘇ってくださった。あなたを死の奴隷から自由にしてくださる方。どうしたらいいですか信じるのです。この方を自分の救い主として信じることです。救われます。ぜひ。 このイエスキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。